世界的に推されるピンクのアイドル、ゲーセン出身、バイホのミゼです。ありがとぃ。また壊れてきちゃった。ちょっと今日は声の調子失敗したいな。じゃあどうする、誰が。はい、健やか健康クラブ新メンバーの小賀コギャフル担当のことぶきゆきです。よろしくお願いします。ゆきちゃん、健やか健康クラブのオカルト担当篠宮縁です。よろしくお願いします。ゆきちゃん、はい、健やか健康クラブ、はい、健やか健康クラブのリーダーセクシークイーンおつねです。よろしくお願いします。おつね、改めて私たちプラスになってしまったわけですけれども、いや、ちょっと今日は足元がおぼつかないですけど、どうですか、なんかどうですか、どうでした、曲歌ってみて。緊張で練習以上に声が出なくて、もう足も今ガクガクで、本当にめっちゃ緊張してるんですけど、なんかもう皆さん温かくてね、もう本当にもうなんか心いっぱいです。私はありがとう。なんか2人の生誕祭ってことですけど、まあ、一応お披露目ということで来てくださって本当にありがとうございます。なんか全然緊張できなくて、でも間違えちゃったんですけど、楽しいから OK とか、ね、いや本当に心強い味方が ね、できてね、ちょっとあの体力的に問題のある2人だったので、このまま3人でやったってた曲を2人でやっていけるのかっていう ね、そうそう、いつもね、私がちょっと本当に体力がないから、じゃあ今日デュエさんお願いします、今日もデュエさんお願いしますっていう、ちょっと楽屋で怒られるんですけど、じゃあということで、じゃあもう一曲聴いていただけますか。はい、あの2人が緊張してないか緊張してるってことで、あのぶち上げてくれると助かります。ぶち上がれる曲なので、じゃあ次の曲お願いします。はい、いくよ。
可愛いね、新メンバーとこの後の物販でね、はい、たくさんおしゃべりできると思うので、はい、そう、あとお誕生日おめでとうのこと待ってるので、待ってるよ。満を持して22歳になったので、そうそう、まだなってない30日なんですけどねもうちょっと先なんですけど、まだ21歳って言いながら生きるつもりなんですけどこんな感じでね、じゃあ物販にも会いに来てもらえると嬉しいです、ね、はい、これからもすこやか健康クラブプラスをよろしくな。略し方どうなるんだろうね、スコケンなのかスコプラなのか、スコプラさんってなんかちょっといるよね、他にそういう感じで、ちょっとね、いろいろ、ね、いい感じにね、著作権とかいろんな商談とか相談しながらね、新しい略称をね考えていける。なんかプラスマークついてなんかね、妖精マークみたいにちょっと怖いしね、なんかね、ちょっとね怖いよね、そうね、ということで、はい、物販待ってます、はい、ありがとうございます。